画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんぴです。昨日、ガチャ動画で、ビビバス、全キャラ、222連で、ゾロ目だ。どうでもいい。仮天井含めて揃えることができたんですけど、今日は、それは全部、ごとつ、スキルレベルもマックスに、やっていこうかなと思います。僕の現在の編成がワールドリンクイベントの編成、このような感じで総攻撃29万565、そしてミステリアスタイプのレン君含めての、これもう話題になってたんですが、ミステリアスタイプ B バスで 150% カイトさんがいまして、あのホワイトデーのあの銃持ってるやつ、あれが人権っぽいですね。僕は持ってなかったんで、まあ代用というか、まあレン君も一応なんだかんだ純スコなんでね、強い編成作れんなって感じです。この子たちを全てごとつして、でごとすると何かが起きます。それまたこの動画の最後くらいにね、見せれたらいいのかなと思います。それでは一人ずつやっていきましょう。この動画良ければ高評価、チャンネル登録お待ちしております。おすすめからわびさ、昨日のガチャ動画見たぜ。今日は何の動画だと来てくださった皆様、登録待ってます。まずアキトくんからいきます。サイドストーリーも解放するんですが、まずスキル用アップスコアでいける、いけない、いけない、まあ全部使っちゃうか。じゃあ結構手応えあったな。はい。で、かけらはね、8万200個あるんで。まだまだここからだ。大丈夫です。で、マスランもあげちゃう。止まってられねえからな。止まってられねえからな。二突したんでアナザーカットが解放されますね。はい。ありがとうございます。いい練習だった。またやろう。さあ、スキル上げて、マスターランクも突っていきます。いい練習だった。またやろう。いや、このトウヤくんは、イラストがすごくいい。ガチャ動画でも喋ったと思うけど、こう、首のネックレス持つんだっていうね。ありがとうございますね。ハイネックね、僕もハイネック好きなんで嬉しい。さあちゃん。よし。ちょっと一息入れようかな。マスランとスキルレベルをマックスにする。よし。ちょっと一息入れようかな。そして、小春さんですね。なんだか、コツがつかめた気がする。今の感じ、忘れないようにしなきゃ。はい。といった感じで、8万あった僕の純け、思いのかけらが9000になりましたね。9000! うん、レン君もとつったわ。全員ごとつすると、僕の総合力335,646ですね。これは、エリアアイテムボーナスってやつが、まだ、マックスまで僕できてないんで、それもあって、僕の編成の最大値ではないんですが、やってやりましたね。で、これによって何が起きるのかとは、皆さんの僕の B バス、こちら、シノノメアキトくんのランクが99ですね。そういうことです。上がります。100になってしまう。一人ずつ、まず小羽ちゃんから、上げていきましょう。いや、これは68いかないね。67だな。67.9 じゃね？はい。お羽ちゃんが、とりあえず67になって、さんちゃんも 69.4 かな？はい、ありがとうございます。さあ、とうやくんは72になりますね。はい、72.6。ラストは、ラストは、しののめあきとくんですね。100.8 かな？これは。あとね、今回のこのワールドリンクイベントの前に僕、まあ、正直100に行きたかったなと思ってたんですけど、まぁ、ちょっと間に合わずワールドリンクイベントが来てしまい、まあ、イラストの暴力使ってキャラランを上げさせていただきます。100です。うひょは！うわ！ついに僕も100になってしまった。アチーブメントこれいける？いける！待って、101になる？大丈夫？俺101にならない？あ、すげえ、100.9 だ！惜しい、101もこの動画でいける可能性があった。まあでもイベント叩いてたら行くか。それではカスタムプロフィールも変えますね。これキャラクターランク下書いてるんですけど、だいぶ前に更新して以降、全然僕は更新してなかったんで。はい、更新しました。69っていう数字は使えませんでした。はい、そんな感じで。更新して、こんな感じになってしまい上がりましたね。いや、キャラクター、いや、100すげえ！ 100嬉しいな。他のキャラも、というかまあ、僕は全キャラ60以上はキャラクターランクいるんです。言ってるんですけど。アキトね、まだまだ、最大いくつでしたっけ？アキトのキャラランって。104、105、106、ちょっとわかんないんですけど。まあ今後も、キャラクターランク上げていけたらいいのかなと思います。編成のサポートはね、まだ、ガチャ動画の後の撮影なんですけど、まだサポートユニット作れなさそうなんで、動画で紹介はできないのかな。サブチャンで紹介でもしようかなと思います。まあ、とりあえずね、今回は、キャラクターランク100いったっていうのをね、ちょっと報告したかったんで。いや、秋田の次のスタンプ118ですか。うん、無理ですね。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。